はじめましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年9月6日フジテレビのお昼のワイドショーバイキングモアにてタレントの野々村真さんの発言がネットをざわわっとさせておりました。その様子を中日スポーツさんは次の見出しで伝えます。もっと早く菅首相にはやめていただきたかった野々村真コロコロ入院の経験踏まえ憤り、息を切らしながら政府対応を批判。タレントの野々村真さんといえばご自身も新型コロコロ、この番組的に言うニュータイプの発症をされ入院されておりました。先日退院されたばかりでかなり重たくなったことは事実のようですが、当時の報道を振り返ると奥様の話によれば重症化の瀬戸際と伝えられておりました。ところがその後の報道では重症化とくくられております。一例を挙げますと8月10日の TBS ニュースでは重症化の瀬戸際と紹介されているのに対して、退院を伝えた8月25日の中国新聞によると8月9日、つまりこの放送の前日に奥様が重症化していると喋っていたと記事になっているんです。ニュータイプをめぐる報道というのは時系列で追いかけていくと、おや、おやおやと首をひねるものが少なくありません。と、いずれにせよご回復されたということなので、これはやはり朗報です。ただ、番組の中でどのような批判があったかについては、さっきの中日スポーツさんより紹介します。MC の坂上忍さんから意見を問われると、申し訳ないですけど、と前置きした上で、もっと早く菅首相にはやめていただきたかったな、くらいの思いと吐露。このような状況になって、今かよ、と呆れたように話した。こちらの中日スポーツさんの記事というのは、ぐぐっと手短にまとめられております。しかし実際の動画を見ると、菅総理大臣への嫌悪感的な、みたいな、ぽいものに溢れていて、二階幹事長などの言いなりになっている菅総理にはニュータイプの対応なんかできっこないと端的に言えば罵っておられました。しかしこのタレントさんのコホンの発症にはそのまんまの疑惑がズドコーン。タレントさんの発言は盛大に拡散されて、先ほど紹介した中日スポーツの記事がヤフーに転載されると、そのヤフーのコメント欄、いわゆるヤフコメにはかなり辛辣な言葉が並び、こんなコメントも確認できました。政府だけではなく芸能人を含めたテレビ関係者の責任も重いと思うけど、だって。はい、今回のタレントさんにまつわる疑惑とはテレビ界隈、芸能界特有のものではないかという疑惑です。令和3年8月24日の女性自身には次の見出しの記事が掲載されておりました。野々村真を隠された真実、感染源は ABC テレビのクラスタードラマだった。つまりテレビのお仕事の現場で感染したという疑惑があるんです。記事より紹介します。なんとか一命は取り留めた野々村だが、感染源に衝撃的な事実が隠されているというのだ。7月30日に仕事先で感染者が発生し濃厚接触者となったことで陽性が判明した野々村。この仕事先というのがクラスター感染を起こしたことが報じられている ABC テレビ制作のドラマだった。 ABC と言いますと、令和3年8月3日に朝日新聞がこんな記事を伝えておりました。 ABC テレビは8月3日放送前のドラマ出演者9人が新型コロコロニュータイプに感染したと発表した。濃厚接触者は17人という。同社によるとドラマは発表前のためタイトルや出演者名、性別などは公表しない。制作現場は大阪で、7月29日夜に出演者1人が熱中症の症状に似た体調不良を訴えて PCR 検査を受け、陽性が判明。翌30日には3人、31日にも2人の陽性が確認された。先ほどの女性自身さんの記事によれば、この7月30日3人の陽性者が出ているんですが、そのうちのお一人がタレントの野々村真さんだったというんです。まさに疑惑がもちろん病を得ることは仕方がありません。ただこちらの女性自身の記事によると、テレビの現場で使われている、新型コロコロニュータイプ対策のマニュアルというのは1年前のものなので、今のデルタ株に対応していないのではないかという疑惑が浮上しております。
白がこう言ってます。自己責任。はい、緊急事態宣言が発令されステイホームが呼びかけられております。不要不急の外出をしないように、そしてリモートワークが推奨されている最中です。そこでの GoTo のテレビの現場でドラマ撮影というのは自己責任、自己責任以外の何者でもないのではないでしょうか。つまりいかんあかんという怒りの矛先をミーと自分以外の誰かにぶつけるのであれば、それはドラマを制作したテレビ朝日系列の朝日放送 ABC か、所属の芸能事務所であるスターダストさん、こちらに怒りの矛先を向けるというのが筋だということになります。にもかかわらずタレントさんはバイキングの中でこんな話までしていたと先ほどの記事より紹介します。菅総理の総裁選不出馬に涙の記者会見を開いたセクシーな小泉進次郎環境大臣の名を挙げてから、泣きたいのは泣きたくても泣けなくても苦しんでいるのは今集中治療室 ICU に入っている人たち、そして亡くなった人たち、そのご家族、この政治のおかげで命を失っていることを絶対忘れないでほしいと怒りの感情を抑えられない様子で息を切らしながら強い口調で意見したとありますが、これにだがちょっと待ってほしいとばかりにツイッターで声を上げられたのが慈恵医大の大木隆夫先生です。はあ、総理が医療財政支援をしてくれたおかげでこの人は入院でき命救われたのに、メディアによるコロコロの政治利用極まれり、日本は先進国中人口あたりの死者数最小を忘れずに、恨むなら新型コロコロニュータイプとのこと。その通りです。昨年4月には当時北海道大学におられて今は京都大学になぜか栄転されました西浦博士教授先生様は、政府が何もしなければ42万人が多ひるとおっしゃっておりました。この42万人という予言を正しいとするのであれば、今日本の悲しみは1万6千を数えておりますが、ざっくりと言って40万の国民の命を政治が何かしたから救ってくれちゃったんです。さらにバイキングモアの発言に鋭利な批判を加えていたのがブロガーの藤原和恵さんです。フジテレビバイキングは日本の実効再生産数が急激に上昇している時期に政治が命を守るために要請したまん延防止等重点措置を革新的に無視して、東京都から大阪府へ不要不急の GoTo 移動を行ってテーマパークで大はしゃぎしました。野々村氏はむしろ番組に対して怒るべきです。令和3年8月11日のフジテレビバイキングモアの様子をデイリーさんは次の見出しで伝えます。バイキングで坂上忍さんら USJ 満喫、ロケは宣言前も我慢してるのに説得力がない。この8月11日のバイキングモアでご出演されている皆様が USJ ユニバーサルスタジオジャパンに GoTo してわちゃわちゃと楽しそうにする姿が映し出されていたんです。以下番組の様子を記事より紹介します。コーナーの冒頭、伊藤アナがロケを行ったのはかなり前ですね。緊急事態宣言の前にお邪魔してきました。今は不要不急の外出は難しい状況ですが、気持ちだけでも行った気になっていただければと前置き、その後はメンバーが USJ を楽しむ様子が約50分間も放送された。白がこう言ってます。ダーブスターとりわけバイキングモアと言いますと、東京オリンピックゲームスいかんあかんと呼びかけステイホームを言っていたその理由というのは、 GoTo による人流による感染拡大、これをやめるためにオリンピックゲームスいかんあかんと言っておきながら、 USJ ユニバーサルスタジオジャパンには自分たちは GoTo してわちゃわちゃしていたんです。そして番組の中では緊急事態宣言前となっておりますが、ネットではこのロケ日特定されております。政府が東京都に対して第4回目の緊急事態宣言発令するよと決定をしたのが7月8日で、その2日後の7月10日にロケに行っております。ここで朝日新聞の記事に戻りますと、野々村誠さんも参加していたと見られるドラマの撮影制作現場は大阪とあります。そして東京はというと緊急事態宣言が迫っていましたので、いわば街中にわちゃわちゃとウイルスがいた状態、そんな東京から大阪へ GoTo としていたのが、
菅総理には一刻も早く辞めていただきたいなんてねおっしゃっていたバイキングモアなんです。もちろんそれが全てとは言いませんが、ウイルス量が多い東京都から大阪へ GoTo していた、それがフジテレビバイキングモアという番組なんです。そしてその大阪でバイキングモアのコメンテーターの方が新規めっかっちゃったとなっていたということです。するってとすでに紹介しましたヤフコメからやはりあの疑惑がチュドガーン。コメントはこちら。やっぱりバイキングは野々村誠のコロコロ感染を政府批判に利用すると思ってたわ。白がこう言ってます。バレてら。確かにバイキングモアといえば司会者さんが口を開けば政府がいかんあかんと繰り返しており、コメンテーター出演者ご一同がそれにガッテンガッテンガッテンと同意するのがバイキングのフォーマットになっております。そして当初この発言が出た時ネタという説も有力でしたが、今では疑惑を深める状況証拠の一つとなっております。令和3年8月5日お笑いコンビおぎやはぎさんのラジオでの発言をトースポウェブさんは次の見出しで伝えております。おぎやはぎがバイキングの裏側を暴露、政権批判する番組、批判しとけば仕事した感じ。以下そのラジオでのやり取りを記事より紹介します。おぎさんは政権批判をしたいわけじゃないんだよ別に俺らはと否定したが、やはぎさんはバイキングって政権批判する番組だろうとズバリ。これにおぎさんはそういう番組になっちゃったねいつの間にかねと愚痴りつつ、批判しとけばいいんだもんねあれね仕事した感じになるもんねと同意した。つまり何が何でも菅はいかんあかん、以前ならば安倍はいかんあかん、政府はダメダメだからほら国民の皆さん不安でしょ、不安になると免疫力が下げて日本政府日本社会ガタガタのメタメタになっちゃって、そして疑似敗戦状態になってからの敗戦革命と冗談はともかく、そこに今回のタレントさんの発言が重なります。もちろんタレントさんが番組に忖度するのは当たり前の話ですし、番組にタレント生命をかけるというのもそれも自己責任の話です。フジテレビのバイキングモアの政権批判にタレント生命をかけると、そして番組がドッカーンと当たれば成功は約束されたようなものですし、まあ番組がねそうでないならば、白がこう言ってます。ボッシュート。政権批判は大いにやれば良いという立場ながら政権批判ありき、それだけならば放送法第4条に違反します。もっともフジテレビといえば事実上の外資規制違反を野放しにしております。タレントさんが望んだように第99代菅総理大臣は間もなくその総理の椅子から離れます。そして次の第100代総理大臣が総務行政に詳しい方が就任した暁に、どこかのテレビ局が消えた消えたやったとなることをうっかり夢見てしまう今日この頃でございます。カギカッコつきリベラルの皆さんというのは全否定をするので、すぐにその論拠が消えた消えたざまとなってしまいます。我々はかかとに体重を残して時折深呼吸をしながらみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。メルマガ限定ライブバージョンではですね、かなり踏み込んだ内容になっております。一度遊びに来てください。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。さくら来い。
中以降安倍晋三完全勝利席というものが出ながらにモルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんが、いつも心は V サイン。それでは本当のバイバイ。